はい、皆さんこんにちは、アキトです。微積分の第14回目で、今回関数の極限の性質ということで見ていきたいと思います。前回と前々回にかけて関数の極限の定義ということで見ていきましたが、そこで定義されたこの関数の極限というものに関してどういった性質が成り立つのかということを今回は考えていきたいと思います。では早速この関数の極限においてどういった性質が成り立つのかというのを見ていこうと思うんですが、続きのプロポジションでプロポジション9番と、じゃあ X を A に近づけた時の関数 FX っていうものがラージデータの値に収束するよと、こういったことを実は言い換えられますよというのはこのプロポジションで、実はこれ数列の極限に言い換えられますよということなんですが、 XN を A に近づくようなそんな数列というふうに XN っていうのを持っていきましょうと、数列の極限としてこの XN っていうのは A とは異なる値を常に取るようなものとして、数列の極限として A に収束するようなこんなものを持ってきたときに、じゃあ FXN という数列が定まるんですが、この数列の極限というものがラージ A というふうになりますよと、こういうふうに関数の極限の情報っていうのは数列の極限の情報に言い換えられますよと、これを表しているのがこのプロポーション9番になります。で、ここでは X を A に近づけるというようなこういった形の極限の形で書いたんですが、他の極限の形、例えば X を無限大にするよというふうにするのであれば、ここを無限大というふうに書き換えてあげれば同じ結果っていうのは成立します。他の状況 A プラス0というような右側極限を考えるのであれば、 A の右側が近づけるのでこの XN っていうのは A より大きいよというふうな感じで不等式に変えてあげれば同じ結果っていうのは成立します。まあ、証明の仕方に関しては全く同じなので、これは代表的に一つということでこの場合に関して示していこうと思うんですが、他の条件も気になるのであれば同様に証明できるのでチェックしてみるといいと思います。これはこの状況のみ証明していこうと思うんですが、証明で今回必要十分言い換えですよ、同値ですよということを言いたいので、上ならば下と下ならば上両方とも示していきましょう。まずは上ならば下っていうのを証明していこうと思うんですが、関数の極限の情報っていうのを仮定していて、イプシロンデルタを使っていくので、ちょっとイメージのためにグラフを書いておこうと思うんですが、まあ、どんなグラフでもいいんですが、シンプルなグラフになるようにということで指数関数っぽいものを書いておきます。じゃあこの情報定義を言い換えてあげると、任意の正の実数イプシロンに対し、どういうふうに言い換えられたのかというと、fx と a との距離っていうのをイプシロンより小さくできますよと。そのためには、x と a との距離っていうのをデルタより小さくしてあげれば、こんな条件を満たす。こうなるような正の実数デルタというものが存在する。こういうふうに言い換えられますよっていうのがこの関数の極限イプシロンデルタ論法による定義でした。何を言ってたのかというと、 fx と a との距離っていうのはイプシロンより小さく収めたいですよと、これができますかというのを聞いていたわけなんですが、これができますよと、幅イプシロンに対しそれに応じてデルタっていうのが取れますよと、 a との距離近いデルタっていうのを取ってくると、ここデルタ、こっち側をデルタみたいに取ってくると、この地域がこの赤の中に収まっているようなA との距離デルタ未満というふうにすると、この地域の部分っていうのが赤の範囲に収まる、こんなデルタっていうのは存在するよっていうのがこの関数の極限の定義でした。じゃあこれを使って今度下側の方を示していこうねということなんですが、下側の方何を言っているのかというと、 XN の極限っていうのが A に行くよと、さらに XN っていうのは A じゃない値というふうにして、この時に、まあ、これならばこれを言っているので、じゃあ最終的な証明したいこととしては、n を無限で飛ばした時の fxn っていうのが a に行くよ、これを示したいわけです。今この仮定のもと左ならば右を言いたいよと、これならばこれを言いたいから、今この仮定のもと最終的に下側のこのゴールを言いたいよというわけです。じゃあ今回これも使えるので、これは数列の極限だからイプシロン n の形で書き換えていこうと思うんですが、イプシロン n の形、これちょっと後で考えるにして、じゃあ任意の正のものに対し xn と a との距離はそれより小さく抑えることができる、番号ラージ n 以上だとこんな不等式は成立する、こんな n というものが存在するよと、こういったのがイプシロン n の形で書き換えたような、そんな数列の極限の情報になります。じゃあ今回は、まあ、上側を丸1として、下側の方を丸2というふうにして、じゃあどんなものが都合がいいのかということなんですが、今回は最終的に fxn が a の近くにありますよってことを言いたいので、じゃあこの青の中に、この青の中に xn っていうのがありますよと、番号を大きくしたらこの青の中にちゃんと xn が入るようにしてあげると、ちゃんと赤の中にこの fxn っていうのは入るので、つまり今回都合のいいやつっていうのはここにおけるものはこのデルタですよと、つまり任意のイプシロンに対しこんなものを満たすデルタっていうのが存在するので、それを取りましたよと、このデルタっていうものに対し xn a との距離っていうのはデルタ未満となるようにこんな番号っていうのを取っていきましょう、まあ、それができますよっていうのがこの数列の極限の定義だったので、こんな n っていうのを取ってこようねと。でこうすると、まあ、さらに今回は xn と a っていうのは違うよというふうに言っているので、
ここ XN と8の距離点は0より大きいよと。こんな2つを満たすので、丸1、丸2の情報から、じゃあ今回番号 N っていうものがラージ N 以降の時には、結局この XN っていうのは、この青の中にありますよと。この A からの距離データ未満のところに番号 N っていうのがラージ N 以上の時には、この青の中に XN っていうのがありますよと。じゃあ青の中にあるんだったら、赤の中に FXN っていうのがありますよということが使えるので、FXN-A っていうものは、イプシロンより小さいよと。この赤の中にちゃんと FXN っていうのは収まっていますよと。こういう結果が使えて、で、この結果を眺めてあげると、これがまさに FXN っていうのが A に収束するというふうなことを言っております。任意のイプシロンに対し、FXN と A との距離っていうものがイプシロンより小さくできる。番号を大きくすると、こんな条件を満たすような、そんなラージ N っていうのが取れているので、ちゃんとこれは FXN が A に収束するよ。これはイプシロン N の形で書き換えた情報というふうになっているので、これで証明がおしまいです。これで上ならば下っていうのを示すことができました。じゃあ今度、下ならば上っていうのを証明していこうと思います。で、今度、下ならば上を示していくんですが、これ今みたいにそのまま言えればいいんですが、こっち側は少し大変で、配理法を使って示していこうと思います。なかなか直接証明しようと思うとうまくいかないので、ちょっと配理法で考えていくんですが、X を A に近づけた時の FX っていうのが、A に行くよということを今示したいので、これは否定します。A じゃないよというふうに仮定するよと。で、この時に最終的にゴールとしては、無常を導いていきたいと。配理法なので、否定してゴールとしては無常を導いていくよと。じゃあ、とりあえずこの情報が使えるので、このことを書いていくんですが、これをちゃんとイプシロンデルタの形で言い換えていくのが、なかなか慣れないと少し難しくて、今回 y イコール fx というものに対し、a に近づけたところ、x を a に近づけた時の状況というのを考えていて、それがラージ a ではないよと。だからラージ a っていうところがちょっと離れたところにイメージとしては取っているんですが、収束するっていうことは a からの幅イプシロン。じゃあこの中に収めることできますか？それができますよっていうのは収束するよということでした。これができないよっていうことが収束しないよということなので、その情報を書いていくんですが、こうすると、どう書き換えられるのかというと、任意の正の実数 A デルタに対し、この FX と A との距離っていうのがイプシロン以上というふうになってしまう。X と A との距離っていうものをデルタより小さくしてもイプシロン以上というふうになってしまうような、こうなる正の実数イプシロンというものが存在するよと。こういうふうに書き換えることができます。慣れないとこの書き換えがなかなかできないところではあるんですが、今回収束するよってことを否定しているわけですね。収束するっていうのが任意のイプシロンでデルタが取れますよというふうに言っているわけです。それを否定するので、任意のイプシロンで OK を否定すると NG なイプシロンがありますよと。NG なイプシロンが存在するよと。じゃあ何が NG かっていうと、デルタが取れますよっていうのが NG。なんか条件を満たすデルタっていうのは取れますよっていうのを否定するので、デルタが取れませんと。つまり今回は FX-A っていうのがイプシロンより小さくしたいと。これできますかというふうに聞いているんだけれども、こうなるデルタっていうのが取れますかというふうに言っているんですが、それが取れませんよと。つまりこれが取れないということは常に成り立ちませんと。じゃあ常に任意のデルタに対してこれが成立しないよというふうに言っているので、こういうふうに言い換えることができます。はい、これなかなか慣れないとこの言い換えができないんですが、今回はこういうふうに言い換えられるよと。で、今回ちょっとあえてここに鍵括弧をつけているのは、ちょっと少しいつもと違うよということなんですが、いつも任意の、これは普通に収束するバージョンで、任意のイプシロンに対し、なんとかとなる、デルタというものが存在すると。今回形としては同じものになっているんですが、任意の、今度はデルタの方がこっちに来ているんですが、任意のデルタに対し、イプシロンが存在する。一見すると同じなんだけれども、今までとはちょっとニュアンスが違って、今までは任意のイプシロンに対して、それに応じてデルタっていうのは存在するよと。任意のイプシロンに対し、2のイプシロンでこの鍵括弧が成立するよっていうのが今までのイプシロンデルタでした。今回こっち側に鍵括弧があるので2のデルタに対しこれが成立する、そんなイプシロンっていうのは存在するよと。この鍵括弧の位置が違います。で、これが違うと何が違うのかというと、今までは2のイプシロン、じゃあこんなイプシロンでできますか、それに応じてデルタを小さくしたりすればよかったので、このデルタっていうのはイプシロンに、依存して OK と。だからなんかデルタっていうのはイプシロンみたいな感じのとか、
なんかイプシロン二乗とか、なんかこういった感じで、なんかデルタってね、イプシロンの関数として取ってくることができれば、それで OK っていうのは今までの話でした。ただ今回、鍵括弧はこっち側の方にあって、いつもだったらどんなイプシロンでも OK ですよ。対応できますよということなんですが、今回対応しきれないイプシロンっていうのは存在しますよと。対応しきれないイプシロンっていうのは存在するので、当然ここの部分においては、このイプシロンっていうものは、デルタによらないようなもの。デルタの関数ではなく、データによらないようなイプシロンというものがあって、こんな条件というのを満たしているよというふうになっているので、これ今までとちょっと違うので、ここに関しては注意をしておきます。はい、とりあえず今回はこういうふうに言い換えることができるんですが、ここまで言い換えができると、あと、ほとんどおしまいで、じゃあこれ任意のデルタに対して、これが成立するようなイプシロンがあるので、それを取っていきましょうねと。じゃあ今回任意のデルタので、デルタイコール、じゃあ n 分の1として、xn と a との距離っていうものがデルタすなわち n 分の1となる xn っていうのを取るとどうなるのかっていうと、この fxn-a っていうものがイプシロン以上というふうになっているよと。2のイプシロンなので、じゃあ n 分の1というふうにして、これを満たすような xn っていうのを取ってくれば、この時はこれを満たしているよというふうに言っているので、こうなる xn を取るとこれが成立するよと。じゃあこれ何を言ってるのかというと、よってこのことから、まず xn の極限。xn の極限っていうものは、こっち側が0に収束するよと。まあこれ、挟み撃ちの原理を考えてあげると、こっち側が0に収束するので、この xn っていうものは a に収束するよと。かつ、これが成立するよということなので、イプシロンより小さくなるんだったら収束するんですが、今回 fxn っていうものは、a との距離がイプシロン以上というふうになっているよと。なので、これっていうのは A ではないよというふうな、こういった条件を満たしているよと。なので、これで矛盾が生じているんですが、今、下側の方を仮定して上側を言いたいよということでした。で、上側を否定すると、これどんな数列 xn、要するに A に収束し、A 以外となるようなどんな数列 xn に対しても、fxn が A に収束しますよっていうのが下側の主張です。ただ、今回この xn っていうものは A に収束するんだけど、fxn っていうのは A に収束しない。こんな xn が取れてしまったので、こうやっていうのは矛盾が生じているよと。下側の条件に矛盾が生じているよと。なのでこれで x を a に近づけた時の fx っていうのがラージ a に行きますよと。これで下ならば上だよということが証明できて、これでこのプロポーションっていうのを示すことができました。まあ、ちょっと証明自体は特に後半の方、下側から上っていうのはちょっと難しいところであるんですが、一応このことがちゃんと確認できましたよということで、これでおしまいです。で、これによって何がありがたいのかっていうと、この関数の極限っていうのをこれまで証明した数列の極限の話にすることができるので、まあ繰り返し証明しなくても今のことによってちゃんともう証明ができますよということが言えております。まあ数列の極限で扱った事実っていうのは使えますよと。例えば、じゃあこれ次のプロポジションなんですが、プロポジション10ということで見ていきたいと思います。じゃあ関数の極限に関する性質で、じゃあ fx っていうものがラージ a という値に収束し、じゃあ gx っていうものが b という値に収束したとしましょうと。これの時に、まあ、いくつかの性質で、じゃあ関数の極限において x を a に近づけた時の、じゃあ fx 足す b gx、この極限っていうものが a 足す b に行きますよと。まあ、これは高校数学でも普通に使っていたような 性質で、収束して収束するんだったらその和の関数っていうのもその和に収束するよねと。あと同様に x を a に近づけた時の何か、じゃあ C 倍の FX っていうものは CA というところに行くよと。まあ C っていうものは F とのとある実数の値としてこういうふうに行くよと。で、他には X を A に近づけた時の、じゃあ積 FXGX。この積の極限っていうものは積 AB に収束するよと。4番目、じゃあ小 X を A に近づけた時の GX 分の FX っていうものは B 分の A というものに収束するよと。まあ、こういった高校数学の時には、まあ、証明なしで当たり前に使っていたこの事実がちゃんと使うことができますよと。それを表しているのがこれです。一応最後はこれ分数の形になっているので、b っていうのは0ではなく、一応 gx っていうのは、まあ、細かく言うと a の付近ではありますが、a の付近で0じゃないような、そういったものを取るような関数というふうに最後はしますが、こういったことが言えますよと。じゃあ、このことを証明していこうと思うんですが、じゃあ今からこのことを証明していくのに、まあ、ちゃんと定義に従って、イプシロンデルタの形で示すこともできて、まあ、それはそれでいい練習にはなるんですが、まあ、ここではせっかくこの事実を使ったので、これを使うという方向でいきたいと思います。で、まあ、これを言いたいんだけれども、下側の方の確認をしていくよと。
じゃあ、このカッコ1番で、じゃあリミット n を無限大した時の xn っていうものが a で、かつ xn っていうのが a の時、この時に、じゃあリミット n を無限大することの、じゃあ fxn 足す gxn。じゃあこんな数列の極限っていうのはどうなりますかというふうに言っているんですが、まずこのことから fxn っていうのは a に収束し、gxn っていうのは b に収束するよと。まあこれが関数の極限を今数列の極限の形に変えると、こんな xn を取ってくると、こっちがラージ a で、こっち側がラージ b に収束するよということがわかります。で、これは数列の極限において、じゃあ足したものの数列の極限は極限の和に一致するよというような、そういったことが知られていたので、fxn たす gxn ってのは a たす b に収束するよと。でもこんな条件を満たすのは数列 xn で、この数列の極限が a たす b に行ったので、この下側の条件を満たしているよと。じゃあ関数の極限に関する結果が得られましたよということで、これでこの事実が言えるよと。ちょっと一応ここに続きを書きますが、じゃあプロポジション9番より、じゃあ x を a に近づけた時のこの fx たす gx、 この関数の極限っていうものもa たす b になるよということで、これが確認できましたよと。あと同じような感じで、まあ、この事実っていうのはこれまでちゃんと数列の極限で示した内容っていうのを使うことができて、これで関数の極限の話を数列の極限の話にできるよということで非常に便利なんですが、それこんな感じで証明することができるよと。まあ、他にもこのカッコ2からカッコ4、カッコ2からカッコ4に関しても、これ数列の極限で成立しました。 c 倍の fxn っていうものは ca に収束するよと。 fxn gxn、 積の数列の極限っていうのは積に行くよと。小の数列の極限っていうのは小に行くよと。これに関しても同様になり立つので、まあ、これで証明することができましたよと。はい。ということで、このプロポジション9番を使って、このプロポジション10番の性質を確認することができました。じゃあ一応、この高校の時に当たり前に使っていた性質っていうのは、まあやっぱり使って大丈夫ですよということで、まあ一応簡単な例を見ておしまいにしようと思います。まあ、例えば、x を0に近づける時の、まあ、x 次乗足す 2x 分の x 次乗マイナス、まあ、x3 乗とかにしましょうか。x3 乗を a マイナス 3x みたいな、例えばこんなものを考えてみましょうか。でこれに対し、x を0に近づけるよということなので、これ0以外の関数というふうにすると、これ分子分母を x で割ってあげると、x たす2、これが x 次乗マイナス3みたいに表すことができ、まあ、これは普通に0以外の定義域、x を0じゃないよというふうにすると、こういうふうに表すことができて、じゃあ今度この極限を考えていくんですが、ここの部分っていうのは x っていうのは0に収束し、この2っていうものは2に収束し、 x 次乗っていうのは、まあ、0×0 と、要するに x×x で、今 x を0に近づけるので、ここは0に行き x×x で、左側が0に行き右側も0に行くよということで、 0×0-3 ですよと。今のこの性質で、まずこの分母に関しては0に行くものと2に収束するものの和を取っているので、カッコ1番からこれ0たす2に収束し、 x 次乗っていうのはこのカッコ3番の積の形を使っていて、0に収束するものと0に収束するものの積なので0に収束するよと。で、引く3、足し算引き算、まあ、この c っていうのをマイナス3とかにすれば、ここはマイナス3に収束し、それを足しても OK で 0×0-3 で、最後に割り算しても大丈夫なので、マイナス3に収束するものと2に収束するものを割ってあげても、極限値としてはちゃんと割ったものに行くよと。これの性質を使って、例えばマイナス2分の3というふうに、まあ当たり前に計算したことがちゃんと保証されているということを確認できたので、まあ例えばこういうような計算っていうのはやっていいよということが分かったわけです。はい。ということで、今回は微積分の第14回目で関数の極限の性質ということで見ていきました。また他にはまだ扱っていないような性質っていうのはありますので、今後またそれらに関して見ていこうと思います。とりあえず今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。